こんにちは、平山茂です。今日は9月15日水曜日ですね。現在時刻は9時47分、お休みです。ちょっと今日はね、人と待ち合わせをしております。ここは金山駅ですね。名古屋市金山駅、ちょっと、あ、ひげりさん、どうもおはようございます。おはようございます。突然現れましたね。突然ちょっと背後から映しちゃいました。あら、お名前をお伺いしてもいいですか？フルネームですか？いやいや、もう何でも、ニックネームでも。あずさと申します。あずささんですね、はい、今日はちょっとドライブということで。そうですね、持ち込み企画ですね、あずささんのね。そうです、私からちょっとしぐるさんに提案させていただきます。ちょっとレンタカーを借りるというような。はい、あちらに。 あっちですか。じゃあちょっとレンタカー借りに行きましょうか。はい、行きましょう。今日はよろしくお願いします。お願いします。さあ、それでは、はい、出発。目的地はどちらに？小牧にある、はい、カフェ、紅茶専門店行こうと思ってます。小牧市にある紅茶専門店、行きましょう。行きましょう。約1時間ぐらいですね。ご安全に。ご安全に。まずはもう自分の思うように運転していただいて、はい、特に。ちなみにあのペーパー歴はどれぐらいなんですか？ペーパー歴はちょっと1年ぐらいですけど、でもテレワーク、会社がテレワークになってから、はい、行きだけ週1で、まあ、隣に母を乗せて1時間くらい運転とかはちょこちょこはしてたんですけど、あ、じゃあ大丈夫ですね。駐車が下手くそなので大丈夫、行きましょう。行きましょう。はい、焦らずゆっくりでいいんで、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、出発しますよ。はい。じゃあ、行きます。はい。行きますよ。お願いします。いやー、楽しみだな。紅茶専門店。紅茶専門店。紅茶が好きなんですか？紅茶好きで、その、はい、実はなんですけど、はい、以前お見合い相手と一回行ったことあるってことです。ちょっと何言ってるか。え、あの東急ホテルっていう名前に入ってるからですけど、そこでお見合いをした後に、はいはいはい、あ、お見合いをしたんですか？はい、以前その時に、はい、お見合い相手の人が、はい、飲み物何が好きですかと。はいはい。あ、紅茶好きですねって言ったら、ちょっと美味しいとこがあるんで行きましょうよって言われて、ほう、車に乗せられ、はい、下道で小牧まで行って、あ、今から行く紅茶専門店にお見合い相手が連れてってくれたんですか？はい、そうですね。あら、めちゃくちゃ嫌でしたね。そんな嫌だった紅茶専門店に、はい、私を連れて行く。それでも美味しかったんで。あ、美味しかった、ね。それはあの紅茶は美味しかった。紅茶が純粋に美味しかった。今ちょっと嫌な気分でもちょっと美味しく楽しめたんで、それはまあ行くしかないと。なるほど。でも嬉しいですね。なるほどね。そんな小牧まで乗せられると思ってなかったので。はいはい、なんか、あ、そっか。近くね、名古屋でね。近くの紅茶もお店行くのかなと思ってたら、はい、とんでもなかったですね。その日にそうなんですよ。お見合いを1時間ぐらいした後に急に、ね、長時間ドライブと、はあ、紅茶専門店。その後はまあ、成立はしなかったという。成立は、お断りしました。あ、お断りしたんですね。ちなみにお相手はどういう感じの方だったんですか？いや、なんかすごい自分に自信がある感じで。あ年上で。年上でしたね。なるほど。ちょっと。
地震をね、まあ地震があるっていうのはいいんじゃないですか。ちょっとナルシスト入ってるかな感じ。ああ、ナルシスト気になりましたね。初対面でそれが感じるってことは相当ということですかね。うん、なかなかまあまあまあしょうがないですね。ね、まあいろいろありますから、ね。はい、なんかとりあえずすごく小牧まで初対面の人とっていうのがきつかった経験。その記憶を消しましょう。今日はね。今日はちょっと消そうと思って。安全運転で楽しく。トラウマの克服ですね。まあ、天気もいいし、トラウマはもう消せますから。消せます。大丈夫だ。大丈夫だ。うん。大丈夫です。運転は何の心配もいらない。じゃあ企画の説明をしますとですね、まあ、こちらのあずささん、以前霧ヶ峰登山ですね、霧ヶ峰の方でも一緒に登らせてもらったメンバーなんですけども、ちょっと私の運転を見てくださいということで、ちょっと今日は横に乗らせてもらってます。どうでしょう、もう大丈夫です。大丈夫でしょうか。もう今日はね、鬼教官で行ってやろうかなと思ってたんです。めちゃくちゃ厳しい、こんな平山ってこんな男だったのかっていうぐらい冷酷な素の僕を出してやろうと思ってたんですけど、全然大丈夫、全然大丈夫です。大丈夫ですか。はい、一番遠いところはどこですか、車で。一人だと本当に自分の近く、地元の駅しかないですね。なんか自動車学校の教習で、はいはい、三重県の桑名東までは高速で運転とかをしたんですけど、はいはいはい、教習でね、はい、それじゃあもう本当に免許取ってからは高速乗ってないです。高速も乗ってないし、そのちょっと近所の駅にとか、近所のスーパー、それか会社まで、はいはい、仕事でなんか1時間ぐらい乗ることがあったっていう時は、はい、それ一人じゃないんですか。あ、そう、そうですね、横にちょっと母乗せて。ああ、なるほどね。そう、都会の方走って会社まで行ってたんで、はいはい、練習だけだったんで。なるほど。ビンビン来ますしね、自転車、歩行者にもご注意ください。お母様が通ります。じゃ次の質問いっちゃいますよ。タイミング悪いですか。大丈夫ですか。怖いことはありますか、運転していて。運転して怖いことですね。ちょっと苦手だなこれっていう。駐車ってのが苦手なのと、あ、駐車、あと急になんか方向指示器も出さずに来る車とか、あ、急な割り込みがありますね。はい、あと、まあ、大通りはないんですけど、細道とか入った時に、はい、おじいちゃんおばあちゃんとかが予測不能な動きをして、はい、確かに急に道路を横断したりする人とか。そうですね、いますね。そういうのが怖くて、自転車の人とかね、はい、確かにヒヤッとしますね。怖いですよね、うん、今日行くお店は割と止めやすいのかな。割と広かった気分ですね、はい、じゃあまあまあまあ、そもそもなんかこう車は
好きとか嫌いとかあるんですか？そんなに、まあ、好きじゃなかったですよね。はいはいはい、全然嫌いでもいいんですけど、はい、嫌いではないですけど、でもやっぱりその人の命にかかってると思うとプレッシャーというか。確かにね。なんか一人で免許取り立ての頃って、うん、やっぱ運転したくなるじゃないですか。そういうのはなかったんですか？あんまりなかったんですよね。とりあえず取ったぞって。とりあえず取ったぞと。とりあえず高校卒業してすぐに春休みに取っちゃったので。はいはい。なんでも。じゃあもう とりあえず取った。取った。今ゴールド免許です。あれ？すごいじゃないですか。ちなみになんかいつか車で。はい。行ってみたいなと思うようなところはあったりしますか？そうですね、もう高速バンバンって、はいはい、関東関西行けるようになりたいです。あ、いいですね。じゃあいずれ、まあ、自分の車を持つこともちょっと考え中、はい、それもあってちょっとねこういう車を。そうなんです、ね、なるほど。どこ周りが効く車。はいはい。ちなみに今回このトヨタのパッソでございますけれども、乗った感想はどうですか？家の車より鼻が短いのでしやすいですね。はい、確かにね。自分の車がセダンなので、セダンタイプで、はいはい、割と車体が広めなので、はいはい、運転しづらいので。確かにね、セダンよりはね。でも一人でね、自分で車乗っていろいろ動くようになると。そうですよね。あとなんか沖縄とか北海道行った時にレンタカー借りて一人でどっか行けるようになりたいと思ってます。ああ、最高じゃないですか。そしたらどこでも行けるようになるので、うん、やっぱ景色いいところ行きたいですね。ああ、いいですね。やっぱ自然豊かなところとかは、はい、海とか山で言ったら、まあ、どちらが好きとかあるんですか？いや、なんか選び難いところですね。まあ、どちらも好き。でも私泳げないので。ああ、本当ですか。僕も泳げません。、はい、結構登山が好きということなんですけど、はい、なんかきっかけはあるんですか？じゃあ元々その、まあ、サークル的な、はい、ね、登山部っていうところに入るまでは経験はなかったんですか？未経験。あ、未経験だったんですか。はい、あ、じゃあ本当にきっかけがそれだ。それで楽しいってなったんですか？綺麗な景色見つつ、なんかおよそ5キロ先に渋滞があります。昨日人たちと一緒に登るってことが楽しくて。確かにいいですよ ね。なんか共有するっていうかね。今年富士山も登りましたよね。そうなんです。霧ヶ峰のすぐ次の日に実は富士山に行ってまして。すごいな。泊まりで行ったんですよね。そうですね。山小屋、八合目に山小屋を予約していて、はい、なんか奇跡的に一滴も雨降らなくて、すごい天気良かったんです。すごいな。さあ、小牧市入りました。普段ああいうロールスロイス乗ってるんですか？乗ってないですよ。前が長いって言ってましたよね。横幅もセダンで。いや、そんな長いロールスロイス乗ってるんですか？いやいや、そんな長い車は乗っておりません。あ、違いますか。じゃあ何乗ってんだろうな。紅茶日和ですね。紅茶日和ですね。今買いました。紅茶日和です、はい、大丈夫ですよ。はい、紅茶日和、紅茶日和ですよ。しばきましょう。紅茶しばいたろか、しばいたろか、しばき散らしましょう。散らしましょう。散らしましょう。ログハウスっぽい感じの見た目。それですか？あ、これあの前方、あれっぽいです。 OK ですね。
っとね角度的にちょっと厳しいです、ね、厳しいですね。もうちょっと前に出して右後ろ、車の右後ろをもうちょっと向こう側に持っていった方が、右後ろがこうなんか近づいてってる感じしますね。車今多分ちょっとこっちになってるね。ちょっとカウントした方がいいかもしれないですね。右がだいぶ余裕、あ、狭いので左はね結構余裕あります。1メーターぐらいと思います。ちょっと一回止めますか。はい、今状況を見るとですね、斜めってます。はい、斜めってます。まっすぐ行ってちょっと右に頭、まっすぐ前出てちょっと右に。まっすぐ前に出て。また今まだまっすぐ出てなかったので、これで一回もうちょっと前出しましょう。ちょっと前出し、これをハンドル一回右切ります。はい。で今度ちょっと左に切りながらバックします。ちょっと右との距離がね近いので。降りて外から見てみるとありですからね。全然そうですね。全然あの制限時間とかないですから。ないです、はい、ちょっと一回見てみますか。ちょっと一回見てみましょうか。そうですね、まあ悪くはないですね。悪くはない。ただ本来はね、みんなここの枠の中に収めないといけないんですけど、みんな守ってないというところで、これは許容範囲と、許容範囲ということにしときましょう。しましょう。はい、はい、じゃあ電気つきましょう。はい、さあ到着しました。到着しました。入り口はここですか。はい、あ、了解です。お茶の暮らしのある楽園というティーハウスの島。はい、はい、では行ってみましょう。行きましょう。これは何ですか。生ハムと、生ハムとチーズのサンドイッチです。めっちゃ美味しそうです。めちゃくちゃ美味しそうです。行っちゃってください。お先にどうぞ。行っちゃっていいんですか。行っちゃってください。行っちゃってください。マスクってそこに入れるもんなんですか。まあなんか上とパーッとなっちゃう。あ、なるほど、そういう感じなんですね。行っちゃいますよ。美味しい。よかったよかった、うん、美味しいです、うん、グラタン、グツグツしております。やばい、めっちゃいい香り。ではいただきます。いただいてください。
そうですよね。器もなんかお皿もねすごい綺麗。物持って帰りたい お皿してますね。素晴らしい。ガートーショコラめっちゃ美味しそうに。同じただこちらはスコーンがプレーンです。あ、プレーンのスコーン、プレーンのスコーンです。なるほど、はい、そしてあったかい、あったかいです、温めたいです。こちらはアールグレイ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったですね。美味しかったです。紅茶美味しかった。じゃあ今から？今からちょっとね、小牧市なので小牧山に向かいたいと思います。お願いします。見えてきましたね、前方に。左の方向いてる感じありますね。ありますね。ちょっと体が多分歪んでる。歪みのせいですかね。歪みちょっとあれですね。接骨院。あ、今ちょうどまっすぐぐらいかもしれないですね。あ、いいじゃないですか。まっすぐ。完璧です。どっちに行けばいいんですかね。こっちか。なくなってる。あ、こっちってなってます。そうですね。アドベンチャーですね。アドベンチャーですね。すごい。ちょっと足元滑りそうなんで気をつけてくださいね。今日苔生えてる。シューズを履いてきたんですけど。ドライビングシューズだ。ドライビングシューズを。じゃあ大丈夫ですね。小牧山がこんなラビリンス状態だと思わなかった。ラビリンス。
一向にお城に近づいてない。山の魔力か何かでまとわされてますね。そういうことですか。はい、迷わされてますね。これ迷わされる。もう10分は経ちましたね。経ちましたね。これはただまだ標高は何も変わってない。変わってないですよ。横に横に歩いてる。そろそろかな。そろそろこっちも道なんですか。あ、最短コース急な階段ってことはこっちですね。こっちですね。急な階段はやめましょう。少しダックコースというね、あと450m。 よし、頑張って登りましょう。ありがとう。でもなんかあんま日に当たらない感じはしますけどね。そうですね。一応、行ってみましょう。全然ドライブじゃないですけどね。あ、それはそれで良しとしましょう、ね。まあ、山を登る定めなんですね。そういうことですね、はい、山を登りなさいと言われている。登りなさいと。小牧城見えてきましたね。小牧城という文字が、この文字を探して山を、さあ頑張って登ってください。走った。さあ到着でございます。あ、ここからがやっぱ一番景色いいかもしれないですね。あ、一番ちょっとねお城登れなかったので、さあ降りましょう。降りましょう。行ったりこう来て。あずささん、小牧山いかがでしたか。なかなか標高が小さい割には、低い割には結構登りごたえがあったかな。あ、登りごたえありましたか。若干想像していたよりはあります。でも景色も良くて、ちょっと運動したいって方にはいいんじゃないかなありがとうございます。いやすごいですね、はい、富士山も登って小牧山も制覇ということで。そこに山があったら登りたくなりますよね。さあ小牧山、ちょっとお城、頂上のお城を本当は登るとねすごい景色を一望できたはずなんですけど、ちょっと利用禁止ということでちょっと見れませんでしたけども。いいお散歩にはなったかな。食後のたくさん食べた。そうですね、たくさんいただきました、ね。まあ、でも全然本当スタートに比べたら本当車はなんか全然大丈夫ですね。大丈夫ですか。はい、大丈夫だ。13キロ、最後ね、3
最後この最後が大事ですからね。しっかり安全に帰る。まだ終わってないっていう、ね。そうですね。油断せず。なかなかね一人だと一人で車借りて練習しようまで思わないですもん ね, そうですね。ちょっときっかけがねないと。だいたいこの辺にあるんですけど、ああこんなところにありますね。これをポリンと引いていただくと。そうですね。こんなところにガソリン入れました。入れました。あとは返すだけですね。返すだけですね。あと 400m。さあ帰ってきましたよ。帰ってきました。頭から入れちゃっていいと思います。これで、はい。いや帰ってまいりました。来ました無事に。ただいま。ただいまです。適当に左に寄せて止めてもらえれば多分。あとはお兄さんがやってくれると思います。到着。到着です。お疲れ様です。お疲れ様です。これ開始し、はい、すみません。帰ってくれましたよ。ただいま返却終了でございます。返却終了です。無事に帰ってこれました。全く問題ございません。あ、よかったです、はい、もう私が言えることではないかもしれませんが、今日は私が言わせていただきます、はい、大丈夫です。ありがとうございます。あずささんは運転大丈夫です。全然全然です。まあ僕が思ってた以上にそんなにペーパーではなかったんですけど、全然大丈夫です。危険をちゃんと予知ができてるので問題なかった。動画見ていただいた方は分かると思うんですけど、大丈夫ということで、はい、無事で。その命をやっぱり、ね、預かっていた。そうですね、スタート地点の金山駅に無事に帰ってきました。はい、帰ってこれました、はい、また機会があったら出てもらってもよろしいでしょうか。はい、ぜひお願いします。今度はこちらからオファーをさせていただきたいなと思いますので、今回は本当にドライブ企画持ち込みありがとうございました。ありがとうございます。じゃ最後にですね、今日見てくれた見ている皆様に何かあれば。見ていただいて本当にありがとうございました。もし何か運転のアドバイスとあったらコメント欄とかに書き込んでいただいたら嬉しいです。また運転の企画とかでしげるさんのチャンネルにお邪魔することがあるかと思いますので、また今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。まあずささんとはまた多分ね、登山とかでご一緒する機会ももちろんあると思いますので、またその時は、今日もしかしたらね、あずささんのファンになったという方もいらっしゃると思いますので、そんな方はぜひこのチャンネル追ってください。ぜひ。ではではでは、あずささん本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。ではお見送りさせていただきます、はい、それでは一旦お別れしましょう、はい、皆様また明日お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。